ようこそ我がベルベットルームへ。私の名はイゴール。お初にお目にかかります。こちらはエリザベス、同じくここの住人だ。エリザベスでございます。お見知りおきを。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。今からあなたはこのベルベットルームのお客人だ。あなたは力を磨くべき運命にあり、必ずや私の手助けが必要となるでしょう。あなたが支払うべき対価は一つ。契約に従い、ご自身の選択に相応の責任を持っていただくことです。これを。では、まっ、ようちょ、今だろ。まあ、んじゃ、あ。ここが学校のカラオケとか、あとは、変わり映えしねえけど、とりあえず、し。やるしかない。あっ！いや、あ、もういっ。おかえり。どうだい様子は。少々疲れているようです。ですが、たとえ影時間への適正の記憶が、今までの誰とも違う実に例外的なケースだよ。でもなんか動画我々に、そ、こちら秋彦か。すごいやつを見つけた。ただもうすぐそっちに着く。
それ。理事長、大丈夫、それより、おさ、はい、あ、何かない、理事長は作戦室へ。竹葉、こ、秋彦、やつ、何していくよ。